どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日はこのスキルを使ってみようと思います。未来は見えている。これですね、ヒートアップ、ヒット数に応じて攻撃力が上昇、上昇量はスキルレベルが高いほど大きくなるです。どれぐらい上がるのでしょうか。今日はですね、ヒット数をカンストさせて、それで攻撃してみたらどれぐらいダメージが違うか、それを見てみたいと思います。まずヒット数0で攻撃したとき、そしてカンストして攻撃したとき、さすがにだいぶ違うんじゃない。もしかしてワンパンできる可能性すらある。では行ってみましょう。それでは検証場所ですけども、トレジャーログの、レベル15ぐらいの場所ですね。そこにいるジャックを、攻撃してみようと思います。ダメージに、ブレがあるといけないので、覇王色の覇気で攻撃してみたいと思います。スキルはこれですね。ヒートアップ入ってます。テンションアップ、踏ん張り、集中力、これはゲージを貯めるやつであって攻撃力は変わりません。ヒートアップだけが攻撃力が変わりますね。まずは、ヒット数0で覇王色の覇気を使った場合ですね。いったいきまーす。これで終わりだ。こんぐらいです。はい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 、まあまあこれぐらいのダメージではないでしょうか。では、ヒット数をカンストさせてダメージ与えてみましょう。カンストするっけ。それではヒートアップ入ってますね。ヒット数はここで稼いでます。いけるかな。これね、向こうまで行くのが結構しんどいんだよね。オッケーオッケー。てかこれ9999の上ある、もしか止まるよね多分。おしよし、止まった。いけるぞ。あー危ねえ。これでこの敵を連れてやばいやばい、無双ドーナツ消えた。やばい、危ねえ。オッケー、よっしゃ、危ねえ、いきます。どうだ。4のおお、これぐらい。これぐらいです。確かにさ、いやーいや、しんどいわこれ。これはなかなかきつかったですけども、これぐらいです。それでは結果発表いきたいと思います。なんとも残念な結果でした。測ってみたところ、だいたい 30% ダメージが増えるみたいです。これだけヒット数を上げたんだから、ワンパンとかできれば面白いんだけどね。それぐらいの苦労はあったと思うよ。でもまさかの 30%、 1.3 倍、なんとも微妙な数字でした。はい、皆さんもやってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。